力が入らないわ。指揮官にキスしてもらわないと。お目覚めですか？寝顔が大変可愛くて、つい起こすのが惜しくて。ベルファストの膝枕はいかがでしょうか？いつまでも心ゆくまでお楽しみくださいませ。これは少々困ったものですね。ご主人様を見守り、たまにはお困りのご様子を見ることができれば満足していましたというのに、こんな大切なちぎりを結んでいただけるなんて、もっとご主人様にご奉仕して、もっとご主人様からのお情けが欲しくなりますもの。メイドを辞めるつもりなんてございません。何よりご主人様へのご給仕に関しては、このベルファストより詳しい子なんているはずもございませんので。あなたは私の運命のお方ですか？ご機嫌麗しゅうございます。ベルファストはこれよりご主人様と永遠に添い遂げさせていただく所存です。今日もいつも通りのものをご用意しましょうか？メイドを辞めるつもりなんてございません。何よりご主人様へのご給仕に関しては、このベルファストより詳しい子なんているはずもございませんので。ご主人様、あなた、ダーリン、選びにくいものですね。もしくは他の呼び方がご所望ですか？どうか意のままにご行動くださいませ。ご主人様がどんな選択をしようと、ベルファストにとってはそれが最善の選択になります。この格好ですといささか給仕に支障が出ますが、いいえ、ご主人様が気に入っているのでしたらもう少し我慢いたします。後ろに控えるよりそばに立つ方が、よりご主人様と同じ世界が見えますね。あっ、もう掃除中なのに。焦らなくても良いのですよ。新しい任務が通達されました。ご主人様、ご確認くださいませ。任務の報奨が届きました。新しいお手紙です。ご主人様、読み上げさせていただいてもよろしいでしょうか？今日も土産話がございますでしょうか？ベルファストが用意した軽食でも召し上がってお聞かせください。ご主人様の強制もメイドの務めです。申し訳ありません。艦隊に着任したばかりで、用務の方にはまだ少々不慣れで、 100% ご満足いただけるご奉仕ができなくて、何卒これからのご奉仕にご期待くださいませ。艦隊のコネをお借りしまして、入手した一品でございます。ご賞味くださいませ。お口に合いましたでしょうか？ご主人様の意図、特にご主人様自らも自覚していないことを敏感に察知することも大切でございます。意地悪とおっしゃりますと？最近は困っているお顔を見るのを少々楽しみにさせていただいております。何卒ご容赦くださいませ。メイドではない
新しい自分になれようですか。難しいことをおっしゃりますね。ですがベルファストにとってこれほど幸せな悩みはございませんよ、ご主人様。これは少々困ったものですね。ご主人様を見守り、たまにはお困りのご様子を見ることができれば満足していましたというのに、こんな大切な契りを結んでいただけるなんて、もっとご主人様にご奉仕して、もっとご主人様からのお情けが欲しくなりますもの。ご主人様、委託を完了したお嬢様方がお出迎えをお待ちしているようです。ベルファスト、ご期待にお応えいたします。主のため障害を取り除くのはメイドの務めです。あら、台所の汚れよりも手応えありませんね。ご主人様、先にお引きください。私はまだ少々所用がございますゆえ。敵の皆様、次は少々痛くなりますよ。皆様、メインディッシュはまだこれからです。